得意があるんですよ、うん、先見る力、うん すすごい得意なんですよ、ええ、小学校の時に自分で誓って優しい社会を明かしからとも子供の頃から持ってるんですよ選挙にに勝つのははスタートに過ぎななくて市長は嫌われないと仕事はできませんマスクもそうですけどそのパターン化された思考とか思い込みで物事をやってしまってるので帰れないだけであって「いや市長そんなことはしてはダメです」と「そんなことをする仕事ではありません」って言うとで「いや何を言うかそれをするのはあの行政だ」と私は思ってるんだけど一番最初に理解いただけるのは市民です。 実はは一一番番近くにいる職員は一番最後です嫌われるのはしょうがないし役割ですし過渡期という認識が強いかな大マスコミはもう本当に古いので発想が主催なんかほとんどしてませんからねはっきり言ってもう単なる思い込みをう適当にマジで聞いてはめとうだけですから、まあ、そこら辺はちょっとまあ残念には思いますけどねあまたこのこと言うと嫌われるから ハレーションをない形で今の半分の仕事をするのかハレーションがあっても12年間でここまでやるのかの選択だったんで話し合ってじゃあそのじゃあそうしましょうなんてことは、うん、な,なってないです1年目から家,家の自宅のポストに殺すぞって投函されてましたからねもう12年間殺すぞって言われ続けてるわけですから政治家というのは結果責任ですから。 やっぱりその市民国民に対するその笑顔というものに対する責任を負っている、まあ、お天道様が見てるんだから。 だからまあ駅伝で言うたら最後のラストスパートで走って最後次のたすきの方につないで倒れ込む感じですかねイメージはでその人はが走って頑張ってって感じですけど優勝はその後の人がすればいいんであってゴールは私としては自分の役割をまあ自分なりには果たしたかなというイメージですけどね急ぎすぎたと言うけども,そのもう溺れかけて腹減ってんだから。 食べも渡そうよって感じやしあんな状況でも頑張れって言ってた市民に対してはもっとスピード上げてもっとアクセル浮かしてもっと走らんと市民に申し訳ないんだってゆっくりするんやで意味あれへんかなともう結論が出てるテーマであれば実行あるのみって感じですかねたった一人でもやりきるという感じは正直かな<ー>かそのことが逆にまあ周りからするとまあなんというかまあも,もっと一緒にあのやりましょうよ的な部分とのこう。 まあ一定程度の。まあ、あのー、ハレーションになったんだとは。うん、まあ理解はしていますけど、ブレーキ踏まずにアクセル全部負荷して <laughs> 全速力で行って壁にぶつかって炎上したみたいな感じですから。<laughs> <laughs> 赤石市役所に来させていただきました泉市長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わざわざも市役所でありがとうございます。何をしゃいますやら。怖いさかったんですよ。実はね動画結構見てましたね。そうですか。そうなんありが密かにあの夜中に見てたんですああありがとうございます。結構本音トークでありがとうございます。あそんなご縁でまあ一瞬でお話させていただくということなんですが、本当に最近の動きを見てるとその子育て支援子育て支援っていうのが出てきて。 でその異次元のとかねあるいはまあ東京都知事もいろいろと動き始めてるっていうのは、ねうね、今一気に動き出しましまたねでしょでこれでやっぱりねま僕まあよいしょするようですけどね、うん、泉さんが言ってきはっていなくなる <laughs> タイミングでっていうのはあるんですけどやっぱりそこは泉さんの功績ですよね。うん 功績かどうかわからないんですけど、ただ若干あの他の人よりは明らかにというか、こう自分としては得意があるんですよ。先見る力<ー>。 すすごい得意なんでよだからこの後の時代の動きとか必要なこととかいう部分は子どもの頃からすごく得意でなるほどそうすると例えば児童手当も明石市とこの中で記者会見で明石市は高校生世代にも取得制限なしで5000円っていう形で打ち出したいんですであのタイミングで打ち出せば絶対続くと思うて案の定東京都が続きましたしそうですかそううい意味でね僕も実は 小学校の頃かからアナウンサーになりたかったっ、はいはい、そのなりたいって思うきっかけ、まあ、みんながみんなもちろんなりたいものになれるわけではないけれどそのきっかけ原点っていうのが僕は結構大事かなと思ってるんですけど師匠の政治家になりたいもうシンプルに私は4つ下の弟がまあ障害を持つ形で生まれて当時に今よりひどい時代ですから、まあ、理不尽な思いを持ち続けた子供時代で。うんうん まあ、世の中何かが間違っていると、うん、こんな冷たい世の中を優しいというか、少しは優しい社会に変えたいと。小学校の時に自分で誓って、自分は一生かけて、あの冷たい街を優しくしようというのは、小学校の時に自分に誓いましたね。そこからほとんど変わっていないですねい。いや、だからね、そこだと思うんですよ。はい、まあ、みんながみんなもちろんね、政治家になりたいから、はい、アナウンサーになりたいから、プロ野球選手になりたいからって言って。はい、なれるわけじゃないけれども、はい、その時の思いが。 まあ僕はもう60今度2になりますけど、はい、市長もまあね60近くなってっ。っ時時ですというとこまで続けられているというのが僕はパワーの原動力じゃないかなと思うんですが、はい、でその12年やってきたことをですね、はい えー、去年、えー、国会で参考人招致で行かれてはい、はい、お話になりました、はいまあ、ただこの12年かけてやったことを15分でしゃべれっていうのがあまりにもむちゃくちゃやったんで、はい、<laughs> もともと早口だと思うんですがもう早口で何言うてるか分からんぐらいの感じでしたよね、はいはいうん、でもありがたかったですねやっぱりああいう場で、まあ、そうは言っても15分っていうまとまった時間明石市のことをお伝えできたんで本当、はい、にたくさんの方に 動画を見ていただいてそういう意味では明しでやってきたことを全国の皆さんに知っていただくいい機会になったとと本当にありがたいいな思ます動画とそれからパワーポイントにまとめられているところにこの12年間やってこられたこというのはしっかりまとまってはいるんですが大きく言ってやりてきたかったこと政治家になりたいと思ってやってこられたことのまとめで言うと何になりますか。 まとめて言うと、まあ、これも臭い話だけど、うん、困った時はお互いさま、うん、困った時に、ねそのまあ、あっち行けじゃなくて支え合うような町を作りたかったというのが子ども時代からで、うん、それが多くの人がそんなことはできないと思い込んでるのを、うん、自分はそれができるということをやってみせるというか、うん、具体的な成功事例をちゃんと自分の町で、うん、フィールドで形にしたいというのが子ども時代からの思いでしたから、えー、まあそういう意味では市長のやった頃から行って3期12年ぐらい思ってたので。うん だからまあ優しい社会を証か,からとも子供の頃から思ってるんですよ。そこをか,から始めるんだとでその始めたことは証止まりじゃなくて本来は全国どこでもできることなんだとそれをいきなり国から始めたら入って難しいので、えー、ふるさと証でまず成功事例を示すと。そうするとときっと周りが 真似をしていただけると思うので、うん、そうやって広げていきたいと。だ私の中では八つ橋明石を、えー。まさに、その明石から始めるから、明石から広げるという形に、まあ。あの、まあ、ステージを変えていくような感じで今いますけどね。はい、僕は、まあ、実は大阪で中学2年生まで、いてで中3でこっち。は来たんで。の何しと、何等と,とかという言葉もはい、はい、ちょっと、まあ、はい、分かんなかったですし。なんですけど、<laughs> はいはい、その頃の明石が、はい。 今泉さんのやってこられたような赤石とはやっぱもう全然違う。はい、うまあもう要は神戸から赤石から西は、はい、もうもう姫路から阿戸までなんか、はい、みんな一緒みたいな感じで、はい、おったんですよね。はい、お子さんの時の赤石っていうのはどんな町でした？はいはい、まあ自分はまあまさに赤石といってもしかもその西端の、うんはい まあ俗に言う貧しい漁師村の例ですからまあそういう意味ではまあ明石といってもより一番こう時代から取り残されたエリアでしたでまあ基本的にはまあ神戸が輝いている時代でしたからまあそれこそ私が大学生学生二十歳の頃ぐらいは明石出身のものは東京に行ったらみんな出身地を神戸と偽ってる時代ですから私はもうその頃に私はずっと明石と言い続けていてその絶対自分が市長になろうと思ってましたから自分が市長になったら絶対明石のものに 出身地聞かれたら、胸張って赤石と言える街にしようと思いましたね。そこはもう自分の中で、やっぱり子供の小学校の時に。優しい街作りたいというのと、故郷赤石を胸の張れる街にするんだと。うん、そのために、自分は市長になるんだとは、まあ、かなり思ってきましたね。うん、今も思ってますけど。あの、一回目の選挙は、もう本当、その僅差。でしたよね何十票、ね。六十九票じゃですね。だから、当時の、えっ、ー、と、統一地方選挙の全国での。で、えー、当選が一番最後でしたから。はい たった六十九よのひゃんさで、零点零一パーセントの誤差の範囲ですけど、えー、まあ、本当僅差でしたね。そうですよね。でも、それは慣れるもんだと、こう信じて、出られてたんですか。うん、あそうです。うん、そこは、まあ、こういう方、また、この、こう,、まあ、こういう方するから、いろいろ、あの、反発も招くんでしょうけど。うん、え、当然、もう、全部、基本的に読み切ってやってるんで。うん まあ政策もそうですけどまあ基本的に偶然はなくてその逆算全部逆算して対応しているつもりなのでそれが69秒差であったとしてもまあ将棋で言うと一定違いみたいなイメージから69でも負けないという自信はありましたしそういう意味ではそうですねまあ競馬でいうと花さですか、ええ。 惜いけど違うとやっぱりそこは勝つ馬は勝つし勝つ将棋は勝つんであって惜しいのと勝つは違うと思うので自分の中では市長選挙は市民だけを味方にすれば勝てると思ったのですべての政党、業界団体はむしろ逆に全部言ってもらって市民対いわゆる古い政治の戦いに持ち込めば必ず僅差でも勝てると思ってました。なるほど だからまあそれは鼻差で勝つウ馬は花さで勝とうと思っていきますもんね。というか,まあだからその状況の中で勝ててばいいんだって、えー、そうですよ最初にやられたことの中で、えー、と当選の翌年にそに子ども関係のところの新しい組織を作られたというところからなんでもうやっぱりまあ全体的に優しいというのはあるにしても、はい、その中でも子育てとていうところにまず手をつけていくというのはもう考えてらっしゃった。 そうですね基本的にはもう私も子供の頃から市長になろうと思っていたので、うんまあ、ところが随分時間がかかって47歳で市長でしたから、はい、もう市長になった頃には市長になってからすることはほとんど大体自分では大体決めていてで順番もやっぱり大事で。はい やっぱり子どもが一番まあ今日本の中でも障害者福祉も弱いですけど子どもが本当は必要性が特に強いのにやれていないので落差が激しいところなんでまあ子どもを重点化すると施策的には一気に輝くとは思いました。 であと子ども政策をすると地域経済が回るのは明らかなのでつまり子どもからやると、うん、まあ経済好循環を作れるとでそうすると、ね、財源ができますのでえ子どもからスタートしてその後に高齢者障害者というストーリーを書かないといきなりこう高齢者障害者が行くと、えー、お金が尽きてしまうので、まあ、子どもから始めた方があの自治体経緯としてほうが、はい、有名人はこう通りやすいじゃないですか。はい 市議会議員とかにしても、もう、ね、ラジオやテレビやってた人がポンと出たらとりあえずなれることが多い中でまあ、そういうビハインドがあったけども、まあ、なりはったでなってなぜ今思ってらっしゃるようなことがすっとまずできたのかっていうのはご自身でどう分析されてます まあ分析というのもあれですけど、まあ、つまり選挙に勝つことだけが目的だったら勝ったらゴールかもしれませんけど自分は別に選挙に勝,勝つのはスタートに過ぎなくて街を変えたかったので実際そのハレーションがあっても大きな方針転換が必要だと思っていましたからそういう意味では選挙よりもなった後のことを考えていてで今の証のような姿を思い描いてスタート切ってたので。 だってそのためには選挙も業界団体や政党に担がれるんではなくて市民とともに勝たないと。 そっからのの変革改革改がでできない選挙の勝ち方もその頃の町づくりと全部直結していると思っていたので、うん、そこはかなりリアリティがあったんだと思います、うん、で自分はやっぱ弟が障害があったりとか、うん、まあ親父が漁師で働いてもなかなか、まあ、お数も少ないような子ども時代でしたから、うん、やっぱり思うところもあってそれを変えようと思ったので変える不利じゃなくて、うん、本当に変えようと思っていたわけです。うん、だから単にやっててる不利じゃなくて ちゃんとそれを形にしてちゃんとそのまあ笑顔というかそ,のそれをちゃんと提供するまでが責任ですから、うん、まあそこを見据えていたので、うん、まあだからそこはかなり強いんていうかな目的意識というかと、うん、そのための手段というものをかなりシビアになる前から思っていたのは正直ですね、うん、でもまあ市長がそう思われてもまず一つは市役所というか、はい、ね市の職員の方がその。 不利じゃなくて本気にならないといけない,はい、はい、ということとあと、選挙でいうと敵対してた人たちも巻き込まないことには議会も含めてで、はい、できないですよねそれがまあできないことの理由でよそのところはまだいまだに言っているのかもしれないんですが明石でそれができたのはどういう段取りを踏んだのかあるいはそこはもうガーンともう行ってしまったのかどうだったんですか。 うんとやっぱり大事なのはやっぱ政治というものは、えっと、基本的には、えーえー、誰かの犠牲で誰かが幸せじゃなくてみんなの幸せと思うんですだそのみんなの幸せの幸せっていうのはいろんな種類があってお金がたくさんある方が幸せな方もいるしやっぱり社会貢献することに意義を感じる方もおられるし。 あとはそののの時期もすすぐなかか少し待っってていただくのかってあると思うんですよそこを若干ずらしながら調整しながら関係者みんなの笑顔を作っていくのが政治なのでそこではかなり強く意識して赤裾の場合にはまず子どもから始めますとでもだからといって高齢者をマイナスするわけじゃなくて待ってくださいといずれ高齢者やりますからという。で結局78年経ってから高齢者やっていったと。でご商売やってる方も子ども子どもと言ってわしらの子どもを無視するのかよからい違いますと。そアーケーケド作るよりも子供や 負担軽減した方がお客さん増えるんだから商売に繁盛するから私がやろうとしてるのは反対じゃなくてまさに商店街の,そのまさに応援なんだということは言い続けてきたんで、うん、だから、まあ、まあいろんな方はいろいろ言われますけど自分の中ではでどあの誰かの犠牲という発想じゃなくてみんなのハッピーを作ろうという意識は強いですけどね今もそうですけど。あななるるほどどだかからある意味ですよあの誤解をを言ももしれませんけどもみんけみの言うことを 聞いてたらその通りは進めないですよねあそういう意味では基本的には簡単な話で、うんええ、市長がなぜできないかというと、うん、みんなに好かれようとするからですもっと言い換えたら、うん、市長は嫌われないと仕事はできませんだ10人が10人その瞬間に笑顔なんてことは何もしてない話ですからその10人のうち何人かがしかめ面しても、うん、それはやるべきことはやらなかった私の場合にはそらく10人中8人9人ぐらいがしかめ面やったんだな。 <laughs> なんか最初は10人のうち1人ぐらいにしか笑顔じゃなくてみんなが怒ってる状況だけど私の中ではいや怒ってはるけど待ってもうたらむしろそのこっちの方が 後でハッピーだからとは自信があったのでただなかなか口で説明してもご理解いただくのは簡単じゃなくま簡単に言うたらさまざまなある意味公共事業なんかも若干抑制をかけながら子ども施策に予算をこう2倍にするわけですから子ども予算を2倍にするっていうと子ども関係者は2倍になってハッピーですけどそこに持ってこられる予算のところは一旦はまあかぶるなんていうかな一旦はそのお金が減りますのでね。 ただその分後で公共事業じゃなくて民間事業でマンション業者なんかは大変今、活況を停止してますから後ほど良くなるんですけどねだから、本当その占い師じゃないですけどもうそこはあの市長の中では見えていたで見えていることを言い続けてきたやり続けてきたそれでも、それを見ててもね まだでけへんと、まあ、別にあのどこっていう質はないんですけど「まだでけへんと」とそんなん言うたって「ま、だでけへんじゃあ明石家からできたんや」いろんな多分言い方をしてはると思うんですがでけへんことの言い訳っていうのを。 師匠はどのように受け止めてありますか。あ、でも結局、まあ、えっと、思い込みだと思う、皆さんね。うん、だから、まあ、私がちょっと特徴的なのは、本当に今のものを見ているだけで、まあ、裸の王様の少年みたいなもんですわ。うん、だから、王様が裸って、み、ほんまにみんな分かってんのに、うん、あの、なんとなく王様がいい服を着ているに違いないと、みんなこう思い込んでいるから。うん、自分の見えてる風景すら違うように見ているわけですよ。まあ、マスクもそうですけど。 そのパターン化された思考とか思い込みで物事をやってしまっているので帰れないだけであってまあ私よく言うんですが3つのポイントでよく言いますけども3つの発想の転換って言うんです何かというと見るべきはその国や官僚やそのお上じゃなくて見るべきは市民の顔なんですよ。で見るべきは隣町じゃなくてわが町なんですそして見るべきは過去,も過去じゃなくて今とこれからなんですよ。まあ俗っぽい言い方するとお上意識を脱してまさに現場主義になること。 横並び主義じゃなくてまさに我が町を見るでもう一つは前例主義じゃなくて新しい時代を作っていくとでこの3つの発想の転換さえできればほとんどの人は本当に見えてるはずだと思いますそれが見えてない気がしてるのは結局、えー、コロナもそうですやんコロナの時に中央省庁の官僚は過去問ばかりやった方々が多いから結局過去の事例を探すけど過去がないんだからそんな過去社会たって出てこないわけですよ。 どこに答えがあるかと言ったらコロナの時は街中にあるわけですよ街の商店街を歩いて話を聞けば何が問題か何が必要かわかるわけでしょ答え書いてあるんだから店の店主からもうテナント料が払えないと聞いたらじゃあテナント料を一旦貸しますやし一人は家庭がパートがなくなってもたんでうちの子供の数がないって言ったら当面のお金これで俺あの頑張ってくださいと言ってやればいいだけでもう答えは書いてあるわけですよにもかかわらず探し続けているという形からイメージは なるほど。 あの証しでやってこられたことで、あのまあ、ね、我々も結局ニュースにならないとわからない部分もあるんですけど、はい、あのえっ、ー、と片親でそのね、はいえー、離婚してでその生活費がもらえないときに変えます建て替えますっていう、あの結局建て替えねありましたよね。で、やってますうんあれ聞いたときに今おっしゃったことがなんか今ストンと落ちました。うん、だから過去問を見たらそれよそもやってへんとかいろんなことは出てくるんでしょうけど、うん、で正直 まあ、明石の規模で言うてそういう状況になっている子が何人おって全体的に何本いるかって言ったらそんなにね、うん、そんなにいりませんよね、うん、あの明石全体のことから考えたらそうそうなあやったらええやんっていうことを、うん、そうやって結びつけられる人がどれだけ少ないかっていうのをね、うんうん ししね、そこはやっぱり政治やっててあの大きな価値判断を生れるところは、はい、多数派のための政治なのか少数派のための政治家なのか、うん、これ両,方両面あるんですよ、うん、人というのは多数派の側面と時に少数派的な始まりあるんです、うん、でもどちらの時に支援が必要なことが多いかというと通常少数の状況の時の方がいろんな周りの支援がいることが多いわけですね、うん、でどうしても政治というものは多数多数ばっかりこうやっていくわけですよ、うん、多数ばっかりやっていくといずれ多数でなくなりますから人は、うん、だからいずれ外れていくんです、うん でも逆に少数の施策をやっていくと最初のうちは直接関係ないようでももしもの時に助かるわけですよ。で意外とコストはかからないので、うん むしろ少数につまりの光と影の影の部分に光を当てるような政治をした方が本当はまんべんなく人は幸せになるというのが自分の持論で私の政治手法は常にあの99%が幸せですと言うと気になるのは1%でその1%は何が問題なのかというふうに発想するんであって99%は喜んでますと言ってよかったと思わないですまだ100言ってないんだったら残り1%こそをやるのが仕事だと思うのでそっち側の視点はかなり多分特徴的だと思いますね。なるほど いや先日あのジャパンハートっていう、はい、ミ,ミャンマーとかで、ね、カンボジアとかでやってらっしゃる吉岡先生の話を聞いたときにまさにそれでした、はい、で結局、まあ、今、まあ、話はボン,ボンと変わりますけど軍拡や増税やみたいな話になってるときに、うん、ああいうジャパンハートみたいなことを、はい、でそのきっかけがミャンマーで助けてもらった先輩たちがいるから、はいはい だからやってくれって言って彼が言ったっていうようなことを考えるとそのうん確かにその1%の苦しんでいる人らに目を向けたら結果100%に。 つながるんだっていう話はい今どうしても行政というのは9割方が良かったらいい的な発想が多いんです、うんえー、ほとんどの人がいいじゃないかというでも人はその時にほとんどという時に自分がほとんどに入っていると思うんだけどほとんどというのは全部じゃないんですから当然ほとんどの人がいいということは一部の人が困っていたりまだ悩んでいたりするわけですからでそ,そ,それをするためののが政治行政だと私が思うので、まあ、そこはなんか多くの政治家との違いかもしれませんね。 でもまあそういうことをやってこられてでもまあざっくり言ってそれでも嫌われてますやんかとかっていう話がねうん、うん、いっぱい出てくるでしょ、はい、でそんなこと関係ないわ思ってやったのも重々分かって分かるんだけど、はい、でもそのやっぱり嫌われたくない人が多い中で、うん、ああ自分が嫌われてるんねんなっていう感覚を持った時に泉さんはどう消化してはるんですか ああもうそこはもう子どもの頃からそれはもう嫌われるのはしょうがないし役割ですし過渡期という認識が強いかないずれ分かっていただけるだろうと思うけどすぐには分かってもらえないので時間がかかるのかなというイメージは強いです例えば市長になった時にえっと一番最初に理解いただけるのは市民,ですで市民が応援してくると市民の票で通っている市会議員が態度が変わります。 市会議の態度が変わるとやっと職員はあの議会に気付かなくてよくなるので変わるんで実は一番近くにいる職員は一番最後です。うん、市長が近くにいる職員にお願いをしても職員はもう長年の前例主義横並び主義とかおかみ主義がもう染み込んでてそれが正しいと思っているし例えば99%がの政策をやってて1%が例外的にちょっと こぼれたらその1%を救う政策すればいいと私は思うけどそれってまあ言うたらイギ主義に反するからいや市長そんなことはしてはダメですとそんなことをする仕事ではありませんというでいや何を言うかそれをするのがあの行政だと私は思ってるんだけどこれを市民がそれがいいと言って市会議員がそれでもいいと言って職員が「じゃあやります」に変わるんで。 そこは時間かかるかるなと思いますね<ー>で市長になったあともそれこそ高齢,年、まあ、高齢者のは、えー、私はもう最初はすごく、まあ、あの高齢者から厳しかったですけど、うん、もう今やおかげさまだなったのもそれは10年かかってますから、うん、まあ10年かかれば高齢者も応援いただけるようになったって感じなので。 まあマスコミはまた全然応援してもらってないの全然だから <laughs> マスコミはもう変わらないからどうだろう <laughs>、うん、まあ若干ネット系はあの一定程度まあなんていうのかなちょっとまあ何というのかなもうちゃんとえ思い込みに対してそうじゃないってスタンスが強いけど大マスコミはもう本当に古いので発想がなかなかなんか明石がいいというとどっかに幸せがあるはずだとかえ明石市長すごいって市民に言われるとでもあの人はってなってきて常にこうまあマス 思い的に的に言うとバランスなんでしょうけど何かしらここううか当てはめていきはるから主催なんほとんどしてませんからねはっっきり言てもう単なる思い込みを適当にマジで聞いてはめとるだけですからそこら辺はちょっと残念には思いますけどねまたここと嫌いでも、市長もマスコミもいたし僕もそうでしたしで言うとねどう言いたいんかな。 今日、まあ、初めてお会いしてばっとしゃべる人やっていうのは、まあ、国会のやつも見てても分かるんですけど、はい、その速さになかなかその何て言ったらいいかなちょっと言い方難しいんですけどあのマスコミにいるぐらいの頭の良さの人って言ったらちょっとなんかあれなんですけど、はい、その,の人らからしたら自分らまあ頭ええ方やと。 思ってる人なんだけど多分市長のこの頭の回転の速さとこのしゃべるスピードについていけない僕いろんな経営者の方をね38で独立して見てきて、はい、後で稲森和夫さんのお話もしたかったんですけどそのあの人もバッと鳴り張るんだけどでもまあお釈迦さんというかなんというか 一定のそのレベルに合わせてスピードを変えたりとかっていうのをしてはる人やったんですよ稲森さんでいうとはい、はい、でも今まあこう始まって何十分かですけど、はい、もう多分もう最初から過速にポーン入りますやん <laughs> でそれについていけないでも自分はちょっと頭エホやと思ってるぐらいのマスコミのやつらがなんか多分ついていかないことを あの問題点を探すみたいなところに持ってって飲んちゃうかなみたいなことをね思うんですけどどうですかちょっとそれは分からないですけどねただまあよく言われるのはやっぱり自信満々感が出過ぎてるし、まあ、そういう意味で言うとまあケッ、まあ、と思われがちな部分もあるし、うん、まあ配慮がやっぱ欠けてると言われれば、まあ、まあ言い訳になりますけど自分としてはまあ一定程度その権限あることを行使しますから。うんうん 目的のためにできるだけ最短距離、うんうん、最速で市民のためにプラスなのだから、えーまあ、早くやりたい、えー、すぐやりたいと思うので、うん、そこがなかなかこう周りとの,そのスピード感がなかなか調整できていないのは野球をそれで持ってきてちょっと僕の作った稲森さんの、はい。はい DVD があってね、はい、これちょっと見ていただきたいなと思うんですけどまあいろんなこと言ってあるんですけど、はい、その市長にちょっとぶつけたかった質問はあですねそのいや従業員に惚れささんかよということを稲森さんはずっと言い張ってもちろんまあ理念が大事だと理念が一番大事で事業の目的意義が大事でやっていくんだけど全従業員の物心両面の幸福っていうのを置いてで 惚れさせよだからそれで言うとちょっとま失礼な言い方になるかもしれませんけどいや分からへんかっても軍行くんやと立場としてこうやらなあかんねんって稲森さんがめちゃくちゃ言ってました、うん、もう多分もうあのおしっこちびった人の話聞きましたから大の男がなかなか怒られておしっこちびるなんてないと思うんですけどそのぐらいもう多分それはもうきっともう暴言の数々だったと思うんですよ。 っていうことをあの人はずっと言い続けてはったんですよ。うん、で今聞いてるとまあ結果としてこ結果も出出してるし惚れては反のかもしれないけどなんかその何ちゅうかな人たらしって言ったらいう大変かななんかそのそういう部分っていうあのずるさというかなっていうかそれはあんまり考えないですか。えっとちょっと答えとしてちょっとずれるかもしれませんけど、うん、えっと市長というのは何の代表かということで。うん えっと、多くの方は市長というのは市役所の代表と思うんでしょうけど、うん、私は違う市民の代表です従業員というかでよくないですけど私は市民との信頼関係はおかげさまでと思っているので街に出ればもう市民はもう今私の顔を見たら飛んできて「貴重なひ言俺が言いたかったです」とかその、ね、本当に涙ぐむ方も何人もおられる状況ですから市民との関係はこの12年間で。うんうん もう随分強まったと思いますし4年前の例の「気をつけてこういうの」も辞職の時も市民が本当に立ち上がって署名活動までいただいてと、ね、いう状況なので、うん、まあそこは市民の中から選ばれた市民の代表として市役所の中で仕事をしている意識なので、うん、常に自分は市民と一緒という意識かな。だからそういうい意味で言えば ありがたいまでの市民からの応援は今はいただけている状況だと思います、うんうん、ただそこが会社におけるいわゆる社長と従業員的な関係があの市長と市の職員というふうに置き換えると、うん、ちょっと場面は多分違うんだろうとは思いますね正直、うん。なるほどそこはちょっとおそらく一般の会社に置き換えやすいですけど、うん、相当状況は違うんじゃないでしょうか<ー>つまり会社の場合には会社全体の売上とか、うん、会社のハッピーが、うん その働く従業員のそれからボーナス含めての部分に関係します、うん、その会社が潰れたら自分自身の仕事もなくなるという構造になりますけどただ市役所というのはそうじゃなくて基本れないわけです、うん、働こうが働く前が給料も変わらないんですだからそこはなかなか民間の企業と同じようなことが当てはまるかというとそこはまあ言葉やけど悩ましいとは正直思いますね。な、うんうん、なるほどなるほほどど、うん でも今、混乱してねこの件についてお話をしたところで、えー、明らかにそのトーンとかあのスピードとかが変わり,はりまししたでしょ。はいはい、だから自分がこうだと思ってやってきて結果も出していることについては多分本当にうまくし立てはるところと。うんはい でもいやそうは言うけどそれは今、僕がちょっと、まあ、失礼なことを聞いたのかもしれないですけど、はい、何かちょっと戸惑ったりとか、はい、こうやってペースが落ちるところを見せられるとあなんか <laughs> そ,そこは逆にね、うん、あの周りからするとサポートしたいって思うという方いおこがましい言い方ですけど、うん、なんかちょっと違うのかなそこがその惚れさせるみたいなところ、うん、なんか。 かなという気はまあ僕はちょっとしたんですけど、うんまあ、そこはでも確かにまあ、うん、あのありがとうございます。あの,そ,のそうですね。まああの,いきらあの今日初めてお会いして、はい、あのある意味大変あの自分自身で考えさせられるテーマをいただいてるわけですけど、まあそこは、うん、まあこういう方ありがとうございます。自分はやっぱり子供の頃から市長だと思ったんですよ。で二十歳過ぎた後にもう一回整理し直して。うん やっぱり国会で自分のキャラクターとかが生きると思えなかったし自分自身の適性能力そしてやりたいことを考えるとやっぱり大統領制の選挙で選ばれる市長になってその権限を行使すると町を変えることができるというふうには自分で整理をしたので、まあ、そういう意味では市民から負託を受けて選挙の通り市民の負託を背景にある意味権限を行使して、まあ、権限というのは大きく3つですから方針決定と人事と予算ですから。 まあ、基本的な、このほぼ道に尽きるんです。仕事というのは、だから。例えば、こ、証やったら、子供を大事にするとか。誰一人取り残さないみたいな、ちゃんと方針をクリアにして。 それに必要な予算をしっかりと子ども予算を倍増するとか障害者予算も増やすとかでそれに必要な人を人事移動するだけじゃなくて全国公募で次々とそこに配置していくというようなことを考えていたのでまあそういう意味ではその一緒になってその働いていくという発想は基本的にはあまりなかったので基本的に自分が一人になって。 たった一人でも、やりきるという感じは、正直かな。うん、かそのことが逆に、まあ、周りからすると。まあ、なんというか、まあ、もっと一緒に、あの、やりましょうよ的な部分との、こう。まあ、一定程度の、まあ、あの、ハレーションになったんだとは、まあ、理解はしていますけど。はい、うん。うん ですね、いやだからその仲良しクラブで何でもかんでもって言ってみんなにええ顔をしろっていうことではなくてなんか僕はまああのたから見てっての部分ですがもったいないなっていうかもうただ一人でやって来られてもこれだけのことをやって来られるのにも,もっともっとなんかあの出来あるんちゃうかなっていうのがあのまあそのえあの、まあ どうですかね、えっとまあ、そ,そのように思われることはもっともな面はあると思うんですけどもっとも自分自身の能力とかキャラクターが違う形でもっといろいろあればできたのかもしれませんけど、うん、まあ正直なところやっぱり市長になって、うん、あの入ってくる情報は、まあ、基本的には思い込みに基づく情報なのでああ市長そんなことはできません、うん、それは無理ですしてはいけませんということがほとんどでなぜだめかというと前例がない。 国に歯向かっても市民のためだらやってるいいじゃないかとかこれまでと違うと、うん、これは時代化が変わったんだからやったらいいじゃないかと言ってもそれはなかなかその納得いただけるわけではなくて、うん、それは基本的に自分の権限で、えー、方針転換をしないと話し合ってじゃあ市長そうしましょうなんてことは、うん、うんな,なってないです。 それが現場だとということですよ、ねうん、だからそれを、うん、そういう形で周りと仲良くしようとすると、うん、おそらくもう4年間人気何もできないんじゃないでしょうかね。いやそれはでもやっぱりまあ現場にいらっしゃる方の,あので結果を出してある人のあれなんであの僕今、うん、もう一つね、えー、と大阪元市長のえっ、ー、と 池四郎っていう関市長のもう一つ前の人ですよねでこの方の,あのご親族の方のインタビューからあの追いかけてるんですよ。はい、でまあ今の大阪市の在り方って別に僕は政治的に何かをしたいわけでは全然ないんですけど、はい、あまさしく国にそんな制度がなくったってやるんやっていうことをいっぱいやってこられてる方なんで、はいはい、なんでそれがみんなその他の 首長と言われる人らができへんのかって言うと、やっぱり予算がないからですかな。なんでその国にないことができへんとみんな思ってるんですかね。国が決めて国に従うっていうふうにこびりついた発想があるので。 国が決めてもないいいことを勝手にしてはやっていいのかといもちろんやっていいんですよ市民のためであればやりゃいいと私は思いますけど、うん、多くのものはえ国が決めたことを後で従うという発想までね,ねおみ意識ですねこれがもう染みついている、うん、で他の町でやっていないことをやるのはいけない、うん、横並び意識ですね自分だけ違うことしたらまずいんじゃないかとかであとはもうこれまでやってきてないのに新しいことはやりたくないだから全国初とかい今でこそ今明石100を超える全国初ですけど。うん 当初はもう全国初は職員がみんなビビってしまってそんな全国どこもやっていないことを明かしてやったら何か大きな出来事が起こって自分たちも何か,何かあるんじゃないかってうう思うばっかりですよもう市長、それは全国初だからだめですってそれも突破したから今はもう職員も何やったって言うと全国初ですからもう気にしなくて段階に入りましたけども突破するまでは本当にみんいいな思い込みです。うん 国に従わなきゃいけない隣町と違うことをしてはいけない新しいことは避けるべきだみたいなところで私の場合はもう初めからそこはもうそうじゃないと市民のためであれば国と戦ってても国から市民を守るのが主張って思ってますから理不尽な国から市民を自分が盾になって市民を守りきるのは主張と思っているので向いているのは国,の国,国に言われて国,国に言われて背中に国を抱えて市民に向き合っているんじゃなくて私は市民の方に向いて国と戦っているイメージなのでまあそこはまあ すすごいい発想は違うと思いますね<ー>でそこはおおおほとんどの公務員や市長は国のをバックに、まあ、国の出先機関のような役割を果たしてるんで、うん、市民からすると結局市民からしたら国も県も市も一緒で自分たちからに対して税金を押し付けてほとんど自分たちのことをやってくれない方々っていう絵だと思うんですけど、まあ、そこはまあおこがましいですけど私の場合にはもう市民の中にいて。 市長は市民の中に入ってる状況の構図になってると思うんで例えば市長への意見箱ってもうあの週に50つ100つ来るんですけど、うん、でもえてほしますけどもうほんとびっくりする多いのがこんなことを明石市に行っても無理なので市長さんに言いますって言ってみんな帰ってくるんですよ。だから市民のの<ー>識はは行政のししと私は別で、うんうん だから市長は市民の味方とほとんどの市民は思ってると思います。でも赤石市は相も変わらず、まあ、頭が固いという感じを持っているんだとはも,もうかなりクリアですね。なるほどな。で,で,でもそれもそれってその赤石市の職員からしたらおいおい僕らも頑張ってんのにとおい,いありません。 だただ、えっと、市の職も一気にか大きく変わっていて、うん、市民から褒められることでもうれしいの二2つあって1つは昔は市役所来てもぺちゃペちゃ横道しゃべったけど、うん、今はもう市民が近づく前から飛んでくると、うん、まさに言葉通り市民の方を向いた仕事に変わったとよう言われます、うん、あとは電話をかけて家の前の道路がどうのこうのというとこれまでは、えー、電話口でそれは国道だ県道だ市じゃないとか言い訳してたのが今は電話かけたらすぐに行きますと言ってとにかく飛んでくるとそれが国道であろうが県道であろうが道 まさに故意じゃなくて行政、役所の方が行くというふうに変わったとこの2つは、もうよう褒められますほんで市長さんになってやりが変わったかといったら市役所の職員が市民の思向いて仕事するようになったとちゃんと来てくれるようになったとこれはもうよう言われることなんでもうそこはまあ職員も褒められてあの別に悪気がしないかなと思いますね。うんまあ、そういっったたたこととがきっとそのただただ お金が出るとかおむつをもらえるとかっていうそういう表面的なことじゃなくてやっぱり一回やめはってもまたみんなでやってくれって言い張ったりとかいううこととにきっっがてるんでしょねだから駅前で市民からよく言われるのはマスコミに負けないでとか議会に負けないでとか言ってやたら言われれば負けないでばっかりですからそれなに戦ってるイメーな分かるけど市民からするとまさに市民のために戦ってる人というイメージだと思いますねおそらく。市民からすると 実際自分もそのつもりでやってきたので、うん、だから市民のために体を張ってやってきて、うん、マスコミから叩かれようがないにしようが屈せずに、うん、市民のためであればやり続けてきた認識はあるので、うん、まあ市民だけは分かってくれているとは今も思っていますけどねだから逆に市民だけが頼りで、うん、まあ市民からはおかげさまで応援もいただいている状況です、うん、ただ、まあ、で職員もほとんどの職員はもうこの間で一緒に仕事できる体制になったと思います。全部とは言いません 議会も半分近くまではご一緒のスタンスになってきたわけですけどただ過半数いってない状況ということですからまあこの12年間で当初からすればまあ職員もほぼ大半が一緒ですし議会も半分近くまでご一緒になってきたんでまあ随分そこは変わった,と思いますただまあそこまで私自身の限界も含めてそこを丁寧にやってハレーションをない形で今の半分の仕事をするのか ハレーションがあっても12年間でここまでやるのかの選択だったんでもう私も初めからまあ逆にそれはもう腹くくって嫌われようが何にされようがやると思って師匠になったのでだから私1年目から家の自宅のポストに殺すぞって投函されてましたからねもう12年間殺すぞって言われ続けてるわけですから人さんから殺すぞって普通言われないですからね殺すぞと言われ続けて12年師匠やってるんですからでもそういう意味ではまあなんか腹のくくり方は違いますわねそういう意味では。なるほど それで言うと,、まあ、と例え出だすのはあれかもしれませんが、ね、石井聖輝さんとずっとやってらっしゃって、はい、あの方は実際殺されてしまったわけですからね、はいうん、あの時にそのなんていうか政治家としてあるべき姿を石井さんから学んだところっていうのはどういういところですかまあ私自身はその石井さんが一番最初の選挙に出る時に、まあ、たまたまある本屋さんで手に取った本がその石井さんの本で,で感動して。 あなたのような方にこそあの頑張ってほしいという形で全く命じなかったわけですけどお手紙書いたら返事が来て「会いたい」と言ってお会いしたら「実は志は自分は持ってるけど誰も近くで応援してくれる人がいない」と言われたので「私が通します」と言って私それで石井さんの家の近くに引っ越して。 あのまさにあの1回目の選挙を必死に通したくてやった立場なのでそれを通しながら石井さんの正義感とかやっぱり志の高さはもう身近で間近で見てましたからまずいろんな問題ですねいろんな国の不正とか宗教問題とかももうも本当に体張って見据えてましたから。 まあ結果的にああいう不幸な形になったのは自分にとっても大きいですけどただまあ自分自身はまあ石井さんに恥じないような政治家でありたいとはずっと思ってましたし私が弁護士になったのは石井さんから言われてなったんで石井さんから「泉君あの弁護士になりなさい」と多くの政治家見てきたけどみんな魂がなくなっていく政治家が多い中でちゃんと落選してもちゃんと胸張れる政治家であるためにも。 ちゃんと弁護士になりなさいとそして弁護士で人のために尽くしなさいとちゃんと世の中を知りなさいと世の中のというものをもっと詳しく深く知ってそれに基づいて成長しなさいというアドバイスに従って、まあ、弁護士になった立場なので、うん、まあそういう意味で言うと亡くなられてしまったので見つまりだってもそれはあの追いかけても,もう会えませんけども、うん、まあ石井さんの生き様に対して恥ずかしくない生き様をしたいとはまあ彼はほんまに思っていますねでもそれがその一冊の本がきっかけだったんですね。 そうです石井さんの書いた本「つながれ,つながればパワー」という一冊の書いた本を私が読んで、まあ、いわゆるそのお手紙を送ったのがきっかけです。そこから作いういうなお話も出てますよね。はい、でもご自身もやっぱり一冊の本ということですし、はい、まあ子どもの教育にとってもすごく大事なことだと思うんですが、はい、その図書館に対する思い、まあ、結局出来上がる時にはもういらっしゃらないっちゃそうなるかもしれないですけど。 その辺はどんな思いで図書館をっていう。まあまあ、やっぱ本は自分も子ども時代から本好きでしたけど、うん、まああのまあ貧乏じまいしてもいけませんけど、親に本を買ってとい行ったことはないです。家が貧しかったから。だから子供の頃に周りの友達の家に行って絵本とか読ませて持ってましたけど、うん、なんかもうそういう意味では、うん、まあ親の経済力に関係なくいい絵本や読めるような街にしたいと、ただ自分自身子ども時代から思ってたので。 そこは本もそうだし明石の駅前の大型遊具のあるトランポリンとかボールプロのあるところも市民は全員無料にしましたで子どもは分かってないようでも親の状況分かるのであの親から遊びに行くって言った時に遊ぶって時にあ僕いいからって言,って言うんです私も言ってましただから遊園地行った時に、えー、入場料からプラスあればかかるものは乗ってませんやっぱ子どもがなりに親が大変な分かるとそれ以上親に負担かけれないのでやっぱ私はそういう街は嫌だったので。 明石の市民は子どもたちは親が金持ちであろうがそうでなかろうが一緒にボールプールで飛んだり跳ねたりしてトランポリンで遊べるような街にしたかったとで本も一緒ですじゃあ絵本もいっぱい買い揃えてまあその子どもたちが何て言うかな生まれ育ちによって変わらないような街を作りたかったのでまあ自分が一人でってしてきたかったことですかね。 あとちなみにちょっと話しとりますけど私高校生で若干バンドやってたんですけど、はい、その時もバンドも練習場所もないし、ええ、あれもお金もかかるし大変なんですよ結局バンド続けるんだって金ゼロじゃ難しくて中に金持ちの友達がおったからそこで何とか支えられたとかあって、うん、でもそんなばっかちゃいますやん。うん、なので私は駅前に中高生用の音楽好きが無料で、ねうん、練習できる場所を作ったのも。 その勉強部が全て違いますから音楽もスポーツもいろんな道に子どもたちが親の事情にかかわらず自分の道をこうひっきり開くというか行けるような街をつりたかったというのが自分の背景なのでちょっとそれましたけど、はい、図書館もまあそういう意味ではそのある意味視ま聴あまあになりたかった動機の一つでもあるかなであと先ほどおっしゃったけど、えっと、自分があのいるときにできる動画なんてあんまり興味なくて、うん、その所詮市長なんて駅伝の中間ランナーですから。 そんなの市長が自分の時にゴールを切ろうとするからせこくなるんであってそんなんはその自分の時じゃなくていいんであってだそれこそまあ自分がのいて随分経った後に誰か気づいてくれたらいいし誰も気づいてくれなくてもさお天道様見てますから、まあ、臭い言い方だけどまあお天道様が見てるんだからお天道様が見といたらそれでいいだけであって人の評価が得たいとは思わないです。 その人に褒められたいとか嫌われたくないなんて思った形では自分では来てきてないから自分のやるべき仕事をちゃんとやるんだとでそれをまあ評価いただけたらあれ嬉れしいですけど、うん、評価が欲しくてやってるわけじゃなくて、まあ、自分自身の役割使命をまあ自分なりには果たしたいって感じですからち臭い方がいますけどね。うんうん で今度そ明石市,市民の会ということでの動きが出ていますよね。はい、だから、まあ、あもちろん市長では離れられるわけですしその,あのなんか果実を自分が食べたいということでないのは分かった上ででも新しい明石の,の,の政治の在り方ということでいうとどういうことを理想に思って今動いてあるんですか、うんまあ、理想とというか自、まあ、自分自身のことで、まああの まあ、あの今年の4月末をもって市長退任を表明している立場ですけどやっぱり市民からはもう300通を超える手紙にもう続けてください」って手紙を毎日もらっている状況駅前に出たら囲まれて「辞められたら困ります」と「もうまもなく2人目の子が生まれるのにどうしてくれるんですか」みたいなことを言われますからそうするとやっぱり自分としてはもうあの市民への責任を感じます。えっと、今の赤市の施策はいいと思って移り住んできた方もおられるし 今の証を信じて2人目3人目を決断された方もおられるわけですからそういった方々に対する責任を果たさなあかんというふうに思い返して市民への継続への責任かなそれをするためには私のようなキャラクターであればそれこそ議会が少数であっても腕力でやってきましたよでもそれってまあ自分の特殊キャラクターも含めてですよ。だからそれを私でない市長が そ,のあもうねそれは全然違いますからそのためには議会がちゃんと過半数が今の路線でやれる状況を作っておかないとその継続が難しくなりますからそういう意味では次の,あの市長さんのみならず。 一緒に頑張っていただく議会の過半数までをしっかり体制作るところまでが私のまあ市長としての市民への責任というイメージですかね、うん、私のシンはシンはそこですけどねだどうしてもマスコミは地域政党とか大きなその政局絡みの話に従るので、うんえー、そうですよねだどうしても法座はそっちに行っちゃうんですけどね、えー だから自分としてはまあその政局うんぬんじゃなくて明石市長としての人気ある限り最後までベストを尽くすことそして自分がなきあともしっかり続く体制までは置き上げで置いていくことがまあ市民に対する最後の責任かなというイメージですかね。 でそのベストを尽くすのも残り期間もしっかりやろうと思ったからそれこそ来たる次の議会も養育費の条例とか犯罪被害者の建て替え金を1000万円増額するとか次々に条例出していますからそこはこれまでやってきたことのある意味総仕上げとしてあのしっかりと形にすべきものは最後まで形にするんだと、うん。 いう形ですか、ね、だからまあ駅伝で言うたら最後のラストスパートで走って最後次のたすきの方につないで、うん、倒れ込む感じですかね、うん、イメージはでその人はが走って頑張ってって感じですけど、うん、優勝はその後の人がすればいいんだってゴールは、うん、私としては自分の役割を、まあ、自分なりには果たしたかなというイメージですけどね、うんはい、臭い方やけど、はい、でもまた雄太ってね還暦にこれからですから。 ねまだまだ <laughs> あのパワーの出すところはだだだだだそういう意味では日本のせ、うん、国の政治も含めて今の社会が100%いいと思っていませんからその中での果たすべき役割は当然今これからもあるとは思っていて、うん、それがいわゆる、えっと、市長というのは子ども時代から思っていてなりたかったし、うん、で12年間させていただいて一定程度は形にしたと思っています。でも市長をやりやり続ける限り まあ明石市長ででしかで明石市長としては国や県が良くなれば明石市民ハッピーだから国や県への働きかけはその別にその中の範囲ですけど他の町とかに対して応援するとかするなんてある意味市長の仕事ですかになってくるからそこを離れれたらもっと多くの町のお手伝いもできますから明石市長をやってる限り自分が頑張っても明石市長一人ですけど。 赤市長を離れればまあ十人二十人百人のココアル政治家をまあある意味応援することは可能なのでだからまあイメージで言ったらプレ野球選手で言ったらガガッコつけた言い方だけどホームラン四十分五十分六十分自分で頑張るのも大事だけど監督の経験踏まえて監督コーチでまあ二十本三十本打てるバッターを若手を育成するのもさ大事かなというイメージですけどね自分の感覚はいやあのそう思ってらっしゃるっていうことをぜひ あのご自身のやり方でやっていいたただけたらと思いますわ、うん、なんでだからみんなマスコミがマスコミも負けたないからなのかな間違いを認めたくないからなのかななんかやっぱりみんな自分が間違ってると言われたないことになんかみんなこだわってますよね。 うん、まあ私もまあい時ですけどもまあマスコミに見え置いた時期もあったのでまあ気持ちわからなくはないしどうしてもマスコミの役割としてのいわゆる権力批判の役割というのは大事ですからまあそこはそれわからなくはないんですけどただやっぱりマスコミの力も落ちてきてるのかな取材力とか、うん。うん であとはより思い込みが激しくなっていってるので時代が大きく変わってしまってるのに時代についていけていないのかなという感じはしますの、うん、で、まあ、本当に明し、まあ、特に明石市で発信して、まあ、驚くばかりのパターンというのは例えばえ国に金がないとか言うんですけど、うん、金がないわけなくてだって国民はいっぱい税金や保険料で負担しそうだからその負担の中でどう,どうやりくりするのかが政治なんですから。 もうそ,のそこを見直さずにタランタランといってどんどん上げてたら国民はしんどくなる一方ですからそこをマスコミも全然あの切り口入れせずにお金がない財源がないからできませんみたいな本当に諦めを国民に促すような報道を続けているのは。 どっち向いいいて仕事すするんだろうううなというふうには思いますね多分それは取材が有力者とか有力政治家ばっかり引いていてあとは霞が関の、まあほまあ、説明が上手な官僚のことの,のシーンを見抜けていないからでしょう私もまあ大学、まあ、東大でグラスもたくさん官僚になってますけど言葉選ばなきゃあかんけどその,その立場から上手な説明してるだけでそれが真実であるとは限らないですよ。 むしろごまかしだったりが上手なわけですから本当マスコミは国はそな言ってる管理はそう言ってるけど本当はこうやればもっとお金が出るんじゃないかとかやればいいのにもうそれを真に受けてお金がありません国民負担してくださいみたいなばっかりだからまあもったいないなと思いますけどねそういう意味では。あとはまあ生活リアリティがやっぱりあの一般のようになりますけどやっぱりそのどんどん格差社会とかあの分断の固定化と言われますけどどうしても例えば政治家中央少女の官僚 マスコミの方々っていうのはまあ,あ,のある意味裕福な家庭でそれほど多くの課題もなく生きてこられた方が多いので本当にリアリティのにある子どもの貧困とか障害者のやっぱ苦しさとかいう部分がどの程度リアリティ持ってるかについてはもう甚だ疑問でそういう方々が遠いところでまあ,ある意味なんかグラフ線引くような形で政治やってるような状況でもっと肌感覚の。 まあ俗入庶民の肌感覚がまあ届いていないのはもどかしいですけどねまあでもそれを新しい立場で、えー、できる若い人たちをどんどんと作っていってください、うん、まあ、まあ、若くなくてもいいですけどね、うん、ただまあいろいろなだからやっぱり今のポイントは政治とかがやっぱり皆さんどうしても遠ざかってるけど、うん、やっぱり社会というものは私たちが作っている社会ですから誰かの社会じゃなくて私たちの社会なんです、うん、私たちの社会というものは私たちが変えられる社会だから。うん だ選挙もそうだし、まあ、選挙でなくてもいろんな声を上げるも含めてやっぱり今の社会が100%いいと思うんでなければやっぱりより良き社会づくりにそれぞれの役割というかできることはあると思っていてで自分もそれをやろうと思って生きてきてそれがまあ、まあ、子ども時代から赤市長になったらできると思ってきてなりたくてなって12年で、まあ、それは一定程度卒業しますけど別に気持ちの何も変わってなくて。 社会的に自分にできることの役割を今後も果たしていくしでそ,その時のポイントとしては本当にある意味政治というものを毛嫌いせずにそこに可能性とか希望とか,なんか夢とかいう言葉が重なるような、まあ、政治とかを広げ、まあ、ていきたいとは思いますけどね自分はやっぱりその政治をバカにしたって自分たちの生活よくなるわけじゃないんでバカにしたらあかんと言いませんけど。 だったらこうやって作り変えようよとで心ある人は自分で立候補されたらいいと思うしでそういった方を応援されてもいいと思うし、まあ、自分たちの社会ですからやっぱりこう自分たちで変えようよとは結構本気で思ってますけどね、まあ、自分もまだ還暦前なので還暦、まあ、まだやれる余力もありますから、まあ、違うステージで違う形で役割は果たしたいとは強く思ってます。はい いろんなお話を伺いましたがやっぱりその不利でない井上さんでいう「ど真剣に」っていうのをずっと言ってられましたけど、うん、それをやり続けるっていうことがやっぱり大事なんやななかなかねみんなそうは言うものでええんっていう言い訳をしてしまうからりま、ね、特,に特に政治の世界で政治家が不利をするのは本当に反則で政治家というのは権あるんですよだから責任も伴います。 でも、そのちゃんと責任を前提に権限行使するのが政治家なんです。だからあるある意味、あの本当に強い権限を持ってるんですよ。で、それが不利。なんかするんだったら本当にみんなが不幸ですから。まあ、政治家というのは結果責任ですから。じそのやっぱりその市民国民に対する。その笑顔というものに対する責任を負っている。まあと私は思っているので、その不利じゃなくて、本んまに結果を出すと。 いいうこととが大事だと私は思っていて、まあまあ、自分ならでは結果があまりにも意識がい,いきすぎてかその手段とか過程が、まあ、明らかに荒っぽかったのは事実ですから、うん、自分も自とも認めるように、うん、そ丁寧さなのをか欠けていたのはそ,はその通りですから、うん、まあそういう意味ではもうそのブレーキ踏まずにアクセル全部ふかして全速力で行って壁にぶつかって炎上したみたいな感じですから <laughs> いや、まあ、そういう意味ではなんかそ,のそれこそ4年前の一件があって、うん。 その署名まで頂い,いてまあもう一回戻ってきたけどただ世の中のマスコミなんかはだったらもっとおとなしくて言うんだけど私は逆であんな状況でも頑張れって言って頂いた市民に対してはもっとスピード上げてもっとアクセル浮かしてもっと走らんと市民に申し訳ないでやってゆっくりするんやで意味あれへんかなと。<laughs> ゆっくりせずにそこでもっとスピード上げてそこからどんどん用意の立て替えとかコロナ対策やっていったんであの一なだともっとこうスピードを上げてるわけですよね。ちょっと上げすぎて、まあ、あのハンドル切り誤った感じは当然してますけどねただだからといってゆっくり走ったらよかったかというとちょっとそこはちょっとまだ整理できてないですねいや面白いいい <laughs> かった,、はい、かったありがとうございます負けず嫌ですよよね負けず嫌いですよね。 あえっと、えあのそれはもう,もうすっごい半端ない負けず嫌いで、ええ、基本的にはもう子どもの頃から目標は全部達成してきた、はい、でそれは自分のためじゃないんです、うん、私は自分のためじゃなくてその弟も長があったし、うん、の市長としては明石市民ですから、うん、で市長が目的がこれが市民のためと思うことは実現しないと、うん、市民の元に届かないわけですから,、うん、だからそこはもうやりきると。うん その象徴う形で、まあ、そのはまさに今トラブルいうのをよく言われてますけどそのコロナの時に市民の生活も大変、うん、市内の飲食店も大変なので、まあ、いわゆる地域商品券的な部分を発行するのに、まあ、議会はまあ慎重意見を言ったけど振りほどいて今溺れかけてる市民がいるんだから助けるんだと言って選挙処分をしてそれが今に至るトラブルの一番大きな一つですけど、うん、まあ自分の中で言うとそれはあの市民が溺れそうなんだから。うん そのその歯がいめされても振りほどいて突き飛ばしてでも、うん、あの市民を助けるんだと、うん、でそれで嫌われようが叩かれようが、うん、助けるっていう価値判断かなだかけだか結果というか市民のもとに届かないと意味ないんですから絵に描いた餅じゃなくて腹減ってる子どもがおったらちゃんと腹膨らませなかたわけだから絵に,絵に描いた餅は描くなくて本物の餅を子どもが食うて笑顔になるまでが、まあ、政治家の仕事という感じは強いですね。でその結果、まあまあ、急ぎすぎすすたと言えば言わ言れますけど まあまあ,ま,あまあまあ反応したらあかんけど急ぎすぎたと言うけども溺ううれかけて腹減ってんだから食べ物渡そうよって感じだし溺れかけたら手出そうよって感じですから私から言えばですよそこをみん,とみんなでもっと丁寧に議論してから決めようと言われてもまあ私の中ではですよもう結論が出てるテーマであれば実行あるのみって感じですかね。 でよくにマスコミからも「荒っぽい」とか「独断専攻」とか「まあ、独裁者」とか言われたりするわけですけどまあまあ僕はまあそこはそんなにも思わないですけどいやこないだ市長が。 あのあっち向いてほいやってはってそれがもう全然負けへんかったから真剣にやってるしもう負けの嫌いですねでしょでしょいやほんまに何事も負けの嫌いですけど最後にやっていいですかあっち向いてほいいいんじゃんはいあっち向いてほいいいんじゃんはい